はい、こんにちは、ズイフさんです。今日は寿司三昧の木村清社長の運勢を見てみたいと思います。正確にはね、清村というね、株式会社、清村ということですけどね、名物社長ということでね、毎年、高額で、本マグロをね、落札して3億3000万。3億3000万でね、マグロを競り落としていましたね。競り落として寿司三昧の各店舗で、それを出すというね、恒例のお正月行事となっております。運勢ね、パッと出した瞬間、もう楽しみでやってるんですかということですね。趣味が仕事で、仕事が趣味で、ね、もう楽しくてしょうがない。ね、で、やっぱりこういう形だと、前澤友作さんもやっぱりね、こんな感じで、もう楽しくてしょうがない。ね、仕事、ね、それも恋愛も含めてっていうね、女優と付き合うのがもう楽しくてしょうがない。ね、仕事も楽しくてしょうがない。ね、宇宙にも行きたい。ね、ZOZO スーツ、ね、作ったり。みたいなね、楽しいみたいなね、そっちの方の動機でね、やっておるわけです。じゃあ、ね、木村社長はどんな楽しさでやってるのかっていうとね、常識をぶち壊す。ね、寿司三昧、築地で初めて、24時間営業。ね、これも初めて。まあ、ご自身はね、寿司握れないらしいんですが、マルハニチロにね、勤めていてっていうね、ことみたいですね。ですから、その前は何だって言ったら、カラオケボックスやったり、ね、日本で初めてカラオケボックス、コンテナとかね、1個3万円で買ってきてね、それを改良して、カラオケボックスやってたそうですよね。まあ、スナックやったりとか、していたそうです。門の中でお弁当屋をね、やってて、それが、もう発展したのが、寿司三昧ということですよね。まあ、一旦ね、そのバブルで 貯金300万ぐらいしかなくなっちゃってね。じゃあ何をしよそうだ、寿司屋を始めようってね、なったらしいです。ね、バブル弾けて思いついた。いつもね、口癖が思いついたぞ。息子さんが言ってました。ね、思いついたぞ。今からね、アフリカ行ってくるって言って、アフリカの海賊たちに 魚のさばき方を教えてね、じゃあお前らマグロを送れということでね、そのマグロがね、今、寿司三昧で、ね、各店舗で出されております。まあ、非常にアイデア豊富。ね、そうなんです。アイデアすごい豊富で、直感で動く、ね、直感力の優れた人、ひらめきで動く人、ね、そういう運勢に生まれているわけです。ですからね、思いついたぞ、突然アフリカ行くとかね、寿司屋やるとか、コンテナね、30機ぐらい買ってくるとかね、すごいことをやっとるんですがね。まあ、元は自衛隊入ってて、航空自衛隊でね、F15 かなんかにね、乗りたいというね、そう、スピードも好きなんです。ね、スピードも好きだし、一番も好き。何でも一番が好き。ね、お山の大将、ね、リーダーシップももちろんあります。ですから、まあそういったことでね、やっていく。で、常識をぶち壊す。ね、そういうようなことが好きな、まあそれ趣味ですよね、ここまで来るとね。もう趣味になってる。だから前澤さんももうこれ趣味。趣味になっている。仕事が趣味になっている。ね、そういうようなね、感じです。ですからね、まあ非常にそうだったのか、やっぱもう、成功者になると、もう楽しみの方でももはややってるんだなっていうね、ことが分かります。ですからね、楽しみでね、まあパイオニア的なコロンブスみたいな運勢ですからね。もう誰もやってないことやる。ね、
先駆けてやる、ね、お初一番乗りが好き、ね、そういうような、ね、性質を持ってます。それに加えてね、かなりの広がり、だから普通の趣味だけだったら店舗数は少なくて済んだんですけども、これねものすごい勢いでね、店舗を拡大する、そういう運勢を持ってますんで、なんかゼウスみたいですねみたいな、ね、もうその広がりたるもうねたるやもうものすごい発展性ですよね。ですからまあこういう方ってね、時々羨ましく思いますけどね。ただやっぱりこう爪が甘くてね、手を広げすぎちゃったとかね、いう人多いです。まあ、だからあれなんでしょうね、そのバブル崩壊した時に一気にね、貯金なくなっちゃったっていうね、ことですよね、でまあ非常にこういろんなことを思いついてやるんだけど、手広くやるんだけど、本当はね何か一点に絞るっていうことがそのテーマの運勢ですんで、やるだったらもうマグロ一筋、ね、マグロだよ、ね、マグロを一本にかけるとかね、集中力ですよね。だからほっといたらいろんなものにこうひらめいたって言って手を広げすぎるんですけど、ね、まあ一点に集中する、まあお寿司に集中したってことなんでしょうね。そのいろんなことをやったんだけどっていうね、ですからまあで、まあ、この次次世代で息子さんがね、まあ、40代の息子さんがテレビ出ておりましたけどね、その息子さんがついでね、まあまあ息子さんのチャートちょっと分かんないんですけど、また違うやり方で、運営していくということだと思います。そしてね、非常にプライベートではこだわりが強い、ね、頑でも頑固な、ね、性格なんでね、もうこれだって決めたらね、もうその思考がね、まあ誰にも譲らないみたいなね、そういうところはあります。だからまあどうしてもそれが食べたいとか、うまいものが食べたいとか、こういうふうなこだわりの家に住みたいとかね、すごい強いもの持ってますんで、まあ、家族はまあ負けてしまうということですよね。まあまあお父さんがそう言ってんだからまあしょうがないわねって言ってね、毎日うちは味噌汁は赤だしなのよみたいなね、そんなような、ね、感じで、折れてるみたいですけどね、でまあ家族思いでもありますし、ね、息子さん連れてってね、雑魚の取り方小川に連れてってね、特訓したみたいですけどね、で佃煮にして食べる、ね、佃煮にして、ね、小魚つくよ、それはまあね、社長がね好きなみたいでね、息子さんは嫌いだって言ってましたけどね、そういうこだわりがやっぱ強いなってね、まあ、これは出ておりますね。ですからね、まあ奥さんもこう結構ね強い奥さんなんではないかなっていうね、ことは思います。でその木村さんのお母さんもやっぱ強いお母さんだったというね、こだわり強いお母さんでね、もう佃煮が好きって言ってね、もうあんたも食べなさいっていううちに好きになってね、大人になってもね家族に食べなさいって言ってね、いうようなね、感じでございます。まあね本当にびっくりしたのは、やはり趣味でやってるんだなっていうね、そういうことです。でまあ土星と天王星のスクエアの T クロスってね、金星水星ってね、もう常識をぶち壊していくっていう世代ね、そういう世代にねやっぱ生まれたんだなって、木村さんもね。でちょうどねユタボーンさん、中学生 YouTuber のユタボンさんもこの配置持ってましたんでね、やっぱり常識打ち破っていく、まあ、不登校宣言してね、まあ通信制とかでね一生懸命やるとか、
今ね、教育機関でもありますよね、教育センターってあって、そこにね、その不登校になった子供がこう通っていく機関っていうのがそのあったりね、なんかします。そこでこうそういう子集めてこうなんかね、こうやっているというのもあるし、今ね、いろんなこの対応、ね、新しいやり方ね、教育でも新しいやり方ね、商売もその新しいやり方ね、試していくね、チャレンジしていく、ね、そういう、まあ、そういう定めに生まれた人ってことですよね、この配置を持って生まれたってことはね。土星の天敵、天王星ですからね、土星のそのルールとかね、そんなの常識だ、その常識をぶち破るみたいなね、そういうイメージになってきておりますのでね、まあこれからもお元気でね、ますます頑張っていただきたいと思います。寿司三昧もね、瑞風さんもよく行きますね、美味しいです。どんな無理難題言っても作ってくれます ね、こういうのあるみたいなね、言ってもね、なんとかしますみたいなね みんな優しいです。ということでね、これからも頑張っていただきたいと思います。はい、それではチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。それではまた。さよなら。